朝鮮独立の真実を見てみましょう。ようこそ日本すごいですね TV へ。パーソナリティのアスカです。動画をご覧いただきありがとうございます。ぜひ最後までご覧くださいね。さて本日のテーマは、朝鮮独立後アメリカの将軍が韓国人を敵視した、その理由にみんな納得をお送りします。朝鮮独立後アメリカの将軍が韓国人を敵視した理由。韓国のネット掲示板に、朝鮮独立後アメリカの将軍が韓国人を敵視した、その言葉と理由には納得するしかないというスレッドが立ちました。スレ主の主張と日韓の人々の反応をご紹介します。まずはスレ主の主張です。アメリカ人将校ジョン・リード・ハッジは1945年の日本敗戦、朝鮮独立時に次のように語っていた。韓国人は日本人に略奪され殴られたと騒ぐが、その証拠がほとんどない。彼らの捏造に満ちた歴史を振り返ると、韓国人より愚か者はいないのではないかと思うのだ。私は知っている。在米韓国人は機会さえあれば非道の数々を働いた。結局彼らは人を罵り殴るのが好きな民族なのだ。全く信頼できない。ジョン・リード・ハッジは日本人も朝鮮人も全く同じ戦犯という考えを持っていた。だから朝鮮人が日本人に植民地化された被害者だというのは嘘だと見抜いていた。お前たちも日本人たちと一緒にアメリカと戦ったのに、なぜ被害者のコスプレをするんだと。そしてむしろ日本人よりも朝鮮人の方が悪質な民族だと考えていた。私はジョン・リード・ハッジの言う通りだと思う。韓国はことあるごとに自国を第二次大戦の戦勝国であると主張している。学校の教科書でも韓国人は連合軍の一員として日本と戦ったと教えている。だが事実は全くその逆だ。大東亜戦争が始まると特別志願兵募集に朝鮮の若者が殺到した。1942年には採用数4077人に対し25万4273人が応募している。大東亜戦争で朝鮮の人々は日本人たちと一緒に戦った。軍人と軍属合わせて合計24万人余りが前線に赴き、アジアの植民地を解放するために日本人と生死を共にしたのだ。以上がスレ主の主張です。朝鮮人も日本人と一緒に、日本として一緒に戦ったのだから、被害者ぶるのは良くないということですね。このスレッドには、韓国の人々から多くの声が寄せられました。その一部をご紹介します。韓国の反応。親日派が多かったのも事実だし、そのような親日派が日本軍として米軍を攻撃したのも事実だ。36年間、日本の植民地支配下で日本人として教育を受けて育ったので仕方ない。彼らは天皇に忠誠を尽くすと言って我が国の独立軍を殺していた。こんな将軍がいる米軍政が10年も続いていたら大変だったよ。韓国人の性格は激しいから米軍を追い出してソ連についてしまったかも。独立運動家たちが米軍に敵対的だったからね。よっぽど手を焼いたんだろう。すぐ隣にある日本と比べるととても後進的な勤務環境だったからね。そんな不満からこの男は我が国を侮辱したんだろう。米軍は我が国の独立軍を韓国内部の治安を乱す敵性分子扱いにしていたよ。新宅反対運動の時は真剣に中国へ追放しようとまでしていた。反逆者たちが連合軍捕虜を虐待したんだ。米軍が来て、お前は朝鮮人なのかと聞かれて、誇らしく私朝鮮人だと言うと、自分は日本軍捕虜収容所で朝鮮人看守3人に毎日殴られたと、米軍の兵士に殴られた。当時の朝鮮人の知的水準があまり良くなかったからな。大学に行く人以外はチンピラみたいだった。米軍の将軍様にはお気に召さなかったんだろうさ。
ジョン・リード・ハッジは位の高い将校なのにあまり勉強していなかったのかな。アメリカ人は最初韓国の独立を認めようとしなかった。その理由もこんな趣旨だった。韓国は正当に桂田太密約で決まった日本の植民地だ。もともと日本人なのになぜ独立するというのかという理由。日本の反応。日本に併合を願い出て志願して日本と一緒にアメリカと戦ってたよね。それが日本が降伏した途端に我々は日本に全てを奪われ仕方なくアメリカと戦ってただけだ。いや、むしろ我々は日本と戦っていたのだ。我々は被害者だ。だから我々も戦勝国の一員として認めろ、なんて猛言を吐くようになった。それではアメリカも怒るし、信用すらしなくなるだろう。土星論だね。その通りだ。韓国人も日本人と同じく敗戦国の兵だという認識を持ってほしいね。収奪されたと騒いでいるけど、併合以前には全くなかったインフラや教育、礼儀作法などが行き届いた環境を手に入れたじゃないか。韓国人の主張はいつだって現実と矛盾してる。韓国では韓国人の B 級 C 級戦犯がたくさんいたことを教えられていないらしいね。韓国の歴史はイコール捏造とも言える。朝鮮に関わった国は不幸になる。ソ連は北朝鮮を独立させ経済援助、軍事援助を与え続けた。そうしたらキム・イルソンが戦争を始めたから軍事援助せざるを得なかった。しかも北朝鮮軍だけでなく中国軍にも膨大な量の武器弾薬、その他の物資を送り続けなければならなくなった。その後もアジアの共産主義の砦としての北朝鮮に援助を与え続けた。アメリカとの軍備競争で経済が疲弊し、ソ連という国家が崩壊してしまった原因の一つだろう。確かに朝鮮に関わった国は例外なく、みんなひどい目に遭っている。橋は落ち、ビルは崩れ、ダムは崩壊するからね。独立軍や独立運動家など、ありもしない妄想に夢中になっている韓国人たち。嘘でもでっち上げでも、言い続けた奴の勝ちというおかしな文化と思考があるから、一向に世界と分かり合えない。この米国の将軍ではないと思うけど、朝鮮戦争当時、国連軍最高司令官の米国人将軍が、韓国軍は与えた武器を捨て、兵士は愚か士官まで相次いで敵前逃亡することが悩みだった、と手記に残している。そんな自国の防衛すら放棄する輩なんだから、しょうがないね。一緒に戦い暴れていたのに、警察に捕まったら急に、助かりました。私たちもボスにいじめられてたんですと、大泣き演技して逃走する人いるよね。当時の朝鮮は日本だった。サンフランシスコ講和条約の際、韓国は連合国側に入れてもらえていませんでした。それが歴史的真実です。いい加減、永遠の被害者として振る舞うのはやめてほしいものですね。韓国の人々も、終戦までは日本人だったのですから。韓国は日本に併合されただけで植民地だったわけではありません。そのため日本が降伏した時点で韓国も自動的に連合軍に降伏したことになります。つまりその時点で韓国は日本と同じ立ち位置なのです。独立軍などは後付けの捏造の産物でしかありません。そのためアメリカから見たら負けた途端日本を裏切った人々としか思えないわけです。韓国の人々には正しい歴史に目覚めてもらいたいものですね。あなたは韓国を痛烈に批判したアメリカ軍将校についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴ありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。